will use the opportunity to take some pictures and I will leave the stage. Congratulations. I really enjoyed the film. I saw it several times now and it really touches me deeply each time I see it. And what I especially like is the way you observe. The whole idea is about observation and how you manage to observe your protagonists and how you portray them is really extraordinary. And your film is based by a novel by Michael Seo. And I was wondering, did you feel that instant connection immediately to the characters? はい、ご質問ありがとうございます。そうですね、小説を読んですぐこの2人が演じたキャラクターが好きになりました。僕が好きになったポイントというのは、彼らが何度も考え直すことです。いつも、いや、本当にそうだろうか、もしかしたらこうかもしれないというふうにずっと考え続けて、それをアクションに起こしていく。そのアクションはたまに失敗してたり大げさだったりして、それはでもすごくチャーミングなんですよね。そういう、何度もこうトライしていくというキャラクターに惹かれました。The way that the cast is extraordinary and great, and Uchu Matsumura and Mona Kamihashi, oh, sorry, I'm nervous, I'm a fan. Mona. Mona. And that's really great, and I wondered.When did you decide to cast them? これは、今日一緒に日本から来ているあそこに座っているプロデューサーたちのまずアイデアです。プロデューサーが僕にこの二人が演じるのはどうかというふうにアイデアをくれて、もう僕はもう瞬間的に、あ、もうそれは本当に素晴らしいアイデアだと、いうところで二人と仕事をすることができました。で、僕としてはもちろんこの二人も素晴らしいですが、出てくる全員を気に入っています。でもかつ今日は皆さんが出てくる人たちそれぞれを愛してくれたように感じたのはとても幸せでした。What I find interesting is that Fujisawa and Tomaso have that great chemistry, and you kind of think it could turn into a romantic relationship, and you wait for it, but it doesn't happen, and which is kind of subversive, I think, and.Was there something, some expectations you were playing with? そうですね。でも、まあ小説の展開がそうだったんですね。僕がそこが一番惹かれたところでした。まあ僕らは習慣的にスクリーンの中に、若い男女ができたらきっと恋をするか失敗するか違いないと思うかもしれないけれど、でも僕たちの現実全然そうじゃないですよね。当たり前ですけど。生物と違うもの同士も一緒にそのいい仕事をすることは当然できる、そういうものを取れるというのは、まあ、今の特に日本の状況においては非常に有意義なことではないかと思いましたし、実際にこの2人が、まあ、本当に素晴らしい、リレーションシップというか素晴らしい演技をしてくれたと思います。モナ and Okoto? Well, youShumiyake's film is quite, it's funny often and it has a certain lightness in it, but still it deals with quite serious and dark topics, and the both of you are well known in Japan and you're popular, and I asked myself if you also wanted to participate in the project to raise attention to topics like this. そうですね。まずお話をいただいた段階で原作を読んで、まあ、僕自身も僕が演じる役どころのパニック障害というものをこう一般教養レベルでは知っていたのですが、いざこうじゃ自分が演じるとなってこう一歩二歩と踏み込んでいくと思っていたものとはかなり違うというか、パニック障害を患っている人数の数だけ症状があるというか、なんか一概にこうパニック障害という言葉だけで全てをこう知ったようになったりとか、そこに対してこう一つの知識でこう生きていくのってすごく危険であるとともに、なんかこうやって
ね、映画もそうですけど、隣の席に人がいるように生きていくことに対して、なんか歯車が噛み合わないんじゃないかっていうふうに感じ、なんかこの映画を通して、なんか全てを知ることは多分不可能なんですけど、その一歩、もう半歩でもいいので、皆さんがこう、その症状に対してこう寄り添うように近づいてくれたらいいなという思いは強く持ちながら、この作品に挑んでいました。ちょっと最初に聞きたいんですけど、日本ではすごく生理の話をするのって恥ずかしいこと、ちょっとこうあんまり、まあ、女性同士ではあっても男性同士の話はあんまりしないんですけど、それってこちらでもそういう感じですか？ I first have a question to you. How is that in here in Germany? It's getting better. ああ、そう。よくなってきてる。なんか日本もそうなるといいなっていうのがなんとなくあって、そういうきっかけにこの映画がなるといいなと思ったのが一つと、あとはもともと小説の大ファンだったので、あの参加できてすごく嬉しいですし、あとは、まあ、PMS とパニック障害がこうに主軸がある映画ではあるんですけど、何かしら抱えて生きてる全ての人のための作品だっていうところが私はすごく好きで、あの誰かこの映画を見て救われる人がいたらいいなという思いで撮影してました。I hope that this film will somehow help everybody who is dealing with something. Hi, thank you for bringing an amazing film. I have two questions. So the first one is... まずはご質問ありがとうございます。音楽について、以前、6年前ですか、ベルリンに来た時にアンドリュー・バート・キャンスティングという映画を持ってきましたけれども、その映画の音楽を作ったハイスペックというミュージシャンと再び一緒に仕事をすることにしました。今回の彼と共有していたキーワードは、波という言葉、ウェーブですね、波とあとゴースト、幽霊、その2つの単語をもとにこの音楽を作っていました。ウェーブとゴーストについてもう少し説明した方がいいかな。ちょっと説明しますね。ウェーブは何かこう繰り返すけれども、でも毎回同じように見えて少し違うということですね。でゴーストは目に見えないけどそこにあるもの、それがたまたま音として聞こえてきたり聞こえなかったり、なんかそういう気配のような音を目指していました。でタイトルについて、もちろん小説のタイトルにありますが、小説だと夜明け、直訳するとドームという言葉になるでしょうか、なります。ただ、ドームという言葉をタイトルに映画版もしてもよかったんですが、むしろ、彼らが過ごしている夜明けまでのものすごく長い、暗い夜の時間、とても長い夜について描かれている、描く必要があると思いましたので、ドームという言葉ではなくてオジャのナイツってタイトルにしましたね。皆さん、日本からようこそお越しくださいました。ベルリンに住んでる日本人です。I have the two questions. One is for the director, Miyake-san, and the one is for all of them. ありがとうございます。まず、今小説から映画への、違いなんですが、プラネタリウム、星の要素というものが映画オリジナルの要素としてあります。なぜ映画の中ではプラネタリウムを描いたかというと、その PMS もパニックディソーダーも、体の中にある自分のコントロールできないものにとらわれている人たちの物語だと思ったんですね。ただ彼らが体の外にある我々人間がコントロールできないものに気づくことによって、何か、気持ちが和らいだりとか、別の世界が別の形で見えてくるという経験ができるのではないか、と思いました。なので何か僕たち人間には体の中にもコントロールできないものがあるし、体の外にもコントロールできないものがある。それは一人では本当にどうにもできないけれども、誰かと一緒なら何かうまく解決していくことができるかもしれない、なんかそういう大きな広がりが欲しくて、プラネタリウムというのを映画の中から登場させました。すみません。で、ベルリンで上映をして、そうですね、正直予想よりは皆さんが楽しんで声を上げて笑ってくださるので、最初は正直でも少し戸惑いました。
ただ途中から皆さんが、この二人のキャラクターを本当に好きになってくれたんだな、まるで友達のように感じてくれるんじゃないか、感じてくれているのかなというふうに思い始めてからはすごく居心地のいい上映でした。でそれからそうですね、そのイエスとか最後の質問ですよねに関しては、まあそうだな、単純に一緒にこう働くときにあたって、まあ僕は日本だと外見的に非常に怖く思われるんですね。なのでなるべく最初に自分はそんな人間じゃないってことを聞かせてですね、オープンにやるっていう形で正直に一緒に働こうというふうに進めていきましたかね。はい。なんか2個目か、2個目の質問は何でしたっけ。まあ正直この会場でもうとても笑ってくれたところ、実は日本ではまだ笑えなかったりするところがあったのは正直な感覚で、ただそれは決してこう深刻に捉えることではないなというふうに僕は思いました。なんかきっとこう僕らは日本で作って日本で最初こう上映していたので、日本の感覚だけで考えていたちっちゃいところもありましたけど、そうじゃなくても世界中全ての人がどこかで苦しんでいるだろうし、全員がどこかで全員が救われるんだろうな、それぞれの形でっていう、なんか可能性を感じた機会になりましたね。で3つ目に関しては、そうですね、僕は日本で音楽のグループをやっていて6人いるので、自分の意見だけではない瞬間もすごくたくさんありますし、やはりなんか6人というのはもう運命共同体みたいなものなので、一人の活動にもその、波っていうのは届いたりもして、結構それこそ本意じゃないイエスっていうのはあったりするんですけど、まあこれまでの経験でそれが生んでくれた自分の人生の道っていうのがたくさん僕自身はあったので、まあ、もちろん、ね、良くないこともあったはありましたけど、僕は賭けのつもりで結構乗ったと思いながら本意じゃないイエスを言ってみたりはしています。まずこの映画を見てる時の空気についてなんですけど、日本ではすごく見ていて面白いと思っても映画でも演劇でもみんな笑いこらえるんです。静かにクククククって笑うんですね。だからこれだけこうみんなでわーって楽しめる空気感っていうのは本当に一緒に見ていて、なんかこう別の映画を見てるみたいで、すごく面白い感覚でした。特に山添君のこう髪を切った時の悲鳴みたいな笑いは本当に嬉しかったです。 Quietly. So, So. 3つ目の質問なんですけど、私はもう本当に結構典型的な日本人でノーって言えないんです。ベルリンに来る飛行機の中でも CA さんにノーって言えなくて、隣に座ったドイツ人にノーって言いなさいって怒られたばっかりです。なんですけど、なんか、ま、言える時はノーって言える人間にはなりたいんですけど、でもそのノーって言えない日本人の性格をあんまり悪いことだとも思っていなくて、そのノーをどうやってイエスにできるかなって考えたりとか、ノーだったら相手に嫌な思いをさせないようにどうやってこう説明をしたらいいかなとか、なんかそうやって考える癖っていうのがある気がしていて、そこはいいバランスでノーって言ったり濁したりとかしていきたいなと思っています。Say no, no, nicely, no, because time's up. I'm so sorry. I know. It's bad. I can't help it. There's another screening tomorrow at 6 here. Come back. I'm so sorry. I know. I would love to continue, but.
Stromkabel.